こんにちは、ニクです。今回もね、ガルプラのチッケムについてなんですけど、正直ガルプラのチッケムが一つ出ただけでめちゃくちゃいろんなことあるなっていう感じなんですけど、今回もね、なかなかちょっとひどいんじゃないかなっていうことがちょっとあったので、皆さんにちょっとね、現状をお伝えしていこうかなっていうふうに思います。で、まずね、何があったかっていうと、アルコのチッケムがマジでとんでもないんですよ。次から次へとも今までね、動画出してきたんですけど、これは私が見た中でもかなりひどいんじゃないかなっていうこと、私がされたらマジでこれね、どうなの、これ家族がもし出ててやったらどうなのって、もう抗議しかねないことかなっていうふうに思ったんで、ちょっと皆さんにお話ししたいなっていうふうに思います。今回そのとんでもないチッケムになっちゃったのは、セブンティーンさんのイェップダを踊っている C グループのリュウシーチーちゃんのチッケムなんですが、もうね、見ていただければすぐにわかると思うので、とりあえず一緒に見ていきたいと思います。それではね、見ていきたいと思います。このまやちゃんの奥にいる子なんですけど、わかりますかね、まだわかんないかな。え、これチッケムってなりません？まあ、追ってるような追ってないようなっていう、まだね、これはね、いい方ですね。まず全然変なところから撮ってるし、えっていう、え、上からマジでやばくないってなりません？これやばいですよ。上からのチッケムとか初なんだけど、人生。このしかもカメラの切り替えの多さね、なんやこの、何この角度、やばすぎる。普通チッケムってカメラ見たり、ちょっとこの角度ですよ、せめて。でしかもすぐめっちゃ切り替わんのね、これ。ちょっとこれは信じられんわ、正直。しかもこの子ね、メインボーカルなんですよ。めっちゃ頑張ってるのにさ、もうアップが多すぎる。とにかくチッケムなのに、ちょっとどこにいるかとかがよくわかんないんですよ。でもう一個ね、この後言いたいこともあるんですけど、そのこともちょっと後で言いますね。すごいと思うんだけど、ちょっと見ていただいたんですけど、このようにいろんな定点カメラなのかな、ちょっと追ってるのもあったんでわかんないんですけど、いろんなカメラを合わせたチッケムみたいになってるんですね。これだけじゃないで、もう一つちょっと見てほしい動画があって、私ね、先ほど編集して作ったので、ちょっと見ていただければと思います。これはリュウシーチーちゃんのチッケムと、あと同じグループの C チームヤンズーガちゃんのチッケムをこうやって合わせて見た同じパートのところなので、ちょっと見てみてください。はい、で左が、あ、間違えた、ごめんなさい、リュウシーチーちゃんだ、リアって書いちゃった、リュウシーチーちゃんで、右がヤンズーガちゃんですね、同じところ。わかりますか？わかりますか？ちょっともう一回いきますね。なんとね、リュウシーチーちゃんいないんですよ、右のチッケムに。で、ちょっとこれよく見てもらえればわかるかなって思うんですけど、チッケムだと、ヤンズーガちゃんがその真ん中ってより自分のチッケム、自分のを撮ってくれてるカメラを見てる感じがするんですけど、この左のを見ると真ん中っていうかな、センターのカメラを見てる感じなので、左が本番で右がチッケム用っていうことは、右のチッケム用の撮影の時にはこのリュウシーチーちゃんがいなかったっていうことになるので、ちょっと最後にもう一回見ていきたいと思います。これでね、もう一つ思うのが、これ両方ともの音源重ねてるんですけど、リュウシーチーちゃんがいない方のね、チッケムの方でも声はね、流れ続けてるんですよ。なのでかぶせを相当しているか、それかその本番の音源をそのまま使ってるかのどっちかだと思うんですよ。なので高音のすごい大事なところもリュウシーチーちゃんの声が聞こえてくるし、いろいろね、怒ってるんですけど、でこれについての私の感想ですね、をちょっと今からお話しようと思います。まずこのリュウシーチーちゃんがいなかった件についてですね、これは本番ではいたけどチッケムのにはいなかったっていうことなので、もしかしたら
もう急遽体調が悪くなったとか急遽の何かがあったんじゃないかなっていうのが考えられるかなと思って、私はちょっと Mnet にうんとかえとか思うことも本当にたくさんあるんですけど、でもこれに関してはね、最初にちょっとこれが自分だったら嫌だっていうふうに言ったんですが、本当にいろんな可能性を考えてみると一つの目線だけで責めるのもちょっと良くないなって思うんで、なんでいなかったかっていうと、もちろんその Mnet 側があなたのこと出さないよって言うわけはないと思うので、やっぱり体調が悪かったとかこの本番の後に撮れなかった理由があったっていうことがあるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてこれがもし体調だったり何らかの理由でチッキメが撮れなかったってことになると、もう本当に全てが分かるんですよ。っていうのも先ほど私が出したサイビンちゃんの動画でチッキメが撮り直しであることが分かったので、前半組も後半組も基本的にはチッキメが撮り直しなことが分かって、で何回撮ったかは分かんないので本番の映像使ってる子もいるかもしれないんですけど、基本的にはチッキメ用に撮影したものでやってると思います。なのでもし本番後にこのリュウシーチーちゃんが体調悪くなったとしたら、本番はチッキムを用意してない可能性があるんですよ。なので本番の時に後でこのチッキムとしてリュウシーチーちゃんの個人を全部撮るから、この時は普通に定点本番のカメラの設置の感じで撮ろうかなっていう風にして、ただこの本番が終わって急遽このリュウシーチーちゃんが大変な状況になっちゃったから、もう固定カメラをつなぐしかなかったっていう説が私の中ではまあ濃厚なんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、これはねわかんないし、まだこちらのゲップダー組は本番のステージを見れていないんで、もしかしたらねこのリュウシーチーちゃんのチッキムが本番の映像じゃないかもしれないので、ちょっとそこわかんないんですけど、もしそうだとしたらリュウシーチーちゃんが他の子のチッキムでいないのはちょっと説明がつくかなって思いました。本当にねいろいろその時その時によってやっぱ体調とかもあるので、撮れなかったのかなっていう説がね今回たどり着いたかなっていう感じです。ただねこのチッキムは正直ってこの上からのね映像だったりとか、もう超ドアップになったり超引きみたいになったりとか、ちょっとチッキムとしてはどうなのかなっていう感じだったんで、まあ、体調が悪くてこういうのになりましたとか、まあ、一言だけでもあればなんかそのファンは安心するし、いやこういうこともあるんだな分かったってなるじゃないですか。なのでその一言だけでもなんか説明してくれたらいいのになとは思います。じゃないとこのチッキム何、なんでこの子だけこういうチッキムになっちゃうのって、私みたいに最初見た時感じちゃう人もきっといると思うし、やっぱりこのね全員分のチッキムも皆さんが見ているわけではないので、わからないところとかきっと気づけないところもあるんじゃないかなっていうところで、ちょっと説明がないのは残念だなっていうふうには感じました。はい、そんな感じで皆さん自身のこちらゲップダーのリュウシーチーちゃんのチッキムについての感想をねコメントでたくさん書いていただければ嬉しいなっていうふうに思います。皆さんの意見が本当にためになりますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは